はい、どうも皆さん、こんにちは。カオルです。ということで、今日はですね、皆さん、JGC 修行、SFC 修行において、こだわりの空港ってございますでしょうか。まあ、中にはね、羽田空港からしか就航しない渡航先ですとか、成田空港にしか就航してない航空会社、もしくは渡航している国なんていうのもあるので、修行の方法によって羽田空港を使うのか、成田空港を使うのかで分かれてくると思います。特にね、今年は2020年オリンピックイヤーということで、羽田空港がターミナル拡張ということでね、成田空港を就航、ハブ空港にしていた航空会社が、羽田空港に移ってきたりですとか、もともとね、成田空港から就航してた渡航先を、羽田空港に持ってきたりですとか、例えば JAL がそうですよね。成田空港でシドニー線をね、渡航してたのを今年の3月から、羽田空港に持ってきて、羽田からシドニー行きを発着させますよね。それによってね、 JGC 修行で那覇シドニーたちができるようになったりとかもするんですけども、そんな形で、羽田空港は羽田空港の良さ、成田空港は成田空港の良さっていうのがあると思うんですけども、今日はその空港の強み弱み、羽田空港、成田空港の強み弱みについて皆さんにお伝えしていきたいなと思います。はい、じゃあまずですね、羽田空港の強みとは何かっていうと、まあ、間違いなく乗り継ぎアクセスの良さでございます。はい、というのもですね、まあ、基本的に日本の各地空港は羽田空港を拠点にしています。ね、例えば羽田から那覇、羽田から伊丹、羽田から千歳みたいな形でね、全国の拠点空港はまず羽田空港になっております。なので日本国内の国内線から国際線へ行くときに、間違いなく羽田空港から離発着の国際線の方が乗り継ぎがいいと言えます。なのでね、これ成田空港になってしまうと、どうしても羽田発着が多い国内線なので、羽田から成田空港へ移動しないといけないんですよね。そういった面で国内線乗り継ぎの場合がとても不便になってしまいます。その点で、国内各地から国際線を乗り継ぐ場合は、間違いなく羽田空港を使った方がいいと思います。まあ、中には、例えば那覇から成田とか千歳とか成田とか、そういった、ね、マイナルートもあるんですけども、例えばこれ就航しない航空会社とかもあるんですよね。例えば ANA は那覇から成田行きがあるんですけども、 JAL は那覇から成田行きってないんですよね。そう、 JAL はもう那覇から羽田しか飛んでないんですよ。そういった形で航空会社によっては成田空港へ飛んでいない国内線もございますので、そういう国内線から国際線へのアクセスっていうのは羽田空港が断然にいいと言えます。そして次に羽田空港のメリットっていうのは、まあ、間違いなく都心からのアクセスでございます。はい、これはですね、都内住みの方はね、もう重々承知だと思うんですけども、まあ成田に行くのか羽田に行くのか、どっちが楽ですかって言われたら、間違いなく羽田空港でございます。はい、というのもね、浜松町からモノレールも出てますし、京急も走ってますし、またね、主要の駅からね、高速バスっていうのも出てると思います。そういった観点で言うと、やっぱり千葉県の成田市に行くよりも、東京都の大田区の羽田空港に行く方がアクセスがいいと思います。なのでね、こう関東住みのお客様は、まあ、間違いなく成田よりも羽田の方がアクセスがいいと言えます。そんな成田空港ですけど、じゃあ今度は成田空港のメリットをお伝えしていきます。まあ、成田空港の強みっていうのは、まあ、なんといってもプライスですよね。はい、値段でございます。例えばね、成田空港からも羽田空港からも両方飛んでいる渡航先っていうのがありますよね。例えばニューヨークとかシンガポールとか、それこそオーストラリアとか、こういった主なね、就航都市ってありますよね。ニューヨーク、シンガポール、シドニー、そういった形はね、まあ、例えば羽田発着なのか成田発着なのかで、航空会社がね、同じでも選べるっていうことがあると思うんですけども、例えば同じ渡航先、同じ航空会社でもですね、成田発着と羽田発着では値段が違います。そして成田発着の方が安く行けます。はい、これなんでかっていうと、航空税の違いなんですよね。例えば千葉県の成田市空港では成田空港の税金、東京都の羽田空港では羽田空港の税金が適用されますので、どうしてもやっぱり成田発着の方が安くできます。その理由が大きく関係しているのは、やっぱり LCC の発着空港っていうのは成田空港になってしまいますよね。それなんでかっていうと、航空税が安いからなんですよ。はい、やっぱりですね、成田発着の方が羽田発着よりも安く済ませることができる。なので LCC の離発着空港っていうのは大体成田空港だと思います。そう、これ実はそういう理由があるんです。例えばジェットスターとかね、エアアジアとかね、まあエアアジアはね、まあ関空とか羽田も一部あったりしますけども、例えばスクートとか、結構そういった LCC の離発着が多いのは成田空港になります。それはなぜかっていうと、成田空港発着の方が税金が安く抑えられるからっていう理由がございます。そういった意味でプライスっていう意味では成田空港の方が安く抑えられます。で、成田空港のメリットをもう一つっていうのが、空
港がとても広いというメリットがございます。例えばね、成田空港の第1ターミナル、第2ターミナルっていう風にございますけども、これはですね、結構ワンワールドは第2ターミナル、スターアライアンス系は第1ターミナルみたいな形で区切られているので、特に航空会社にね、詳しい方っていうのは、特にターミナルで間違えるってことはないのではないでしょうか。なのでね、結構広々としているので、結構混雑は避けられているのかなという風に思います。やっぱりね、羽田空港だとね、どうしてもやっぱりちょっと国際線ターミナルがまだちょっと拡張してないので、まだちょっと狭いっていうのと、あとラウンジ混雑度で言うと間違いなく成田空港の方が僕は好きです。はい、やっぱりですね、羽田空港のラウンジだと結構混んでしまうんですよね。特にね、羽田空港の ANA ラウンジのピーク時とかすごい混んでますよね。例えばシャワーに30分待ちとかね、結構混んでる時があるんですけども、一方成田空港のラウンジっていうのは結構分散されてますので、結構快適に過ごせます。なので僕、ラウンジはどっちが好きかって言ったら、僕は成田空港のラウンジの方が好きでございます。なぜならね、結構空いてますし、結構快適に過ごせるのは成田空港のラウンジなのかなというふうに私は思っております。あとはですね、成田空港のデメリットといえば、まあやっぱりどうしてもちょっと遠いということがございますよね。まあ千葉県にお住まいの方とか茨城県にお住まいの方はね、近くていいと思うんですけども、やっぱり都心に住んでる方からするとやっぱりね、ちょっと羽田空港寄りになってしまうのかなと思ってしまいます。やっぱ成田空港に行くってなるとね、例えば JR で成田エクスプレスとか、例えばスカイライナーとかね、それは高速バスとかになってくると思うんですけども、ちょっとやっぱり1時間以上かかってしまいますよね。それだとね、まあちょっとね、航空券に上乗せした料金払って、まあ、羽田発着にしようかななんていう風に考えになってしまう方も多いと思うんですけども、やっぱりね、そういったアクセスっていう面ではちょっと成田空港はデメリットになってしまうと思います。なのでね、まあ遠い、まあ、成田エクスプレスの特急券払うんだったら、まあ羽田空港でちょっと高い航空券買おうかなっていう形になってしまうと思いますので、そういったアクセスの不便っていうのはデメリットの一つなのかなという風に思っております。そしてまあ最後、番外編として、まあ羽田空港はあとレクサスコネクションがあるというのがございますよね。まあ ANA がね、サービスを行っているレクサスコネクションね、ANA の国際線ファーストクラスに乗るお客様のために、レクサスにね、送迎いたしますよっていうサービスがあると思います。それはね、成田空港ではやってなくて、羽田空港だけのサービスになってますので、そういったね、レクサスコネクションを使いたい方であれば、まあ羽田空港一択なのかなというふうに思います。これはね、特典航空券やキャッシュで買っても関係なく、みんなが使えるね、サービスでございますので、まあ予約不要って言ってましたけどね、予約不要でなんかレクサスコネクションが使えるみたいなんで、これはやっぱり羽田空港の一つのメリットなのかもしれません。こんな形でね、今日はね、羽田空港と成田空港のメリット、デメリットについてお話ししていきました。このチャンネルではですね、JGC 修行や SFC 修行のお得な情報や、海外に行ってみたいけど何か一歩ね、きっかけになるような動画を配信しておりますので、ぜひこの動画が役に立ったという方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント欄、グッド評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。